どうもゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、世の中には片着になりすまして、実はヤクザが結構潜んでいるって知っている？え、あの早く片着になりたいっていうヤクザ人間ベムのこと？それはちょっと興味あるんだぜ。ちょっと、ヤクザ人間ベムってなんだよ。妖怪人間みたいに言わないでくれるかな？実は、芸能界やあらゆるジャンルの世界で活躍する人の中にも、元不良だった人って結構いるんだよね。今日はそんな元ヤクザの有名人についてお話ししようかしら。なるほど、隠してる人もいれば、元ヤクザですって公言している有名人もいるよな。マリサの知らない人や、意外だった人などもいるのかな？詳しく解説していきましょうか。ゆっくりしていってね。言わずと知れた芸能界のドン。芸能事務所バーニングプロダクションの周防育夫社長。え、やっぱりこの人は、元ヤクザなの？限りなく近そうな雰囲気だけど。この人の芸能界での伝説はいくつもあって、その一つに、関西では結構な人気のあったタレントの北野誠が、ラジオで周防社長やそのプロダクションの関係者を揶揄したような話をしてしまい、これが周防社長の耳に入ってしまったんだ。その後、北野誠は謹慎をさせられ、結局芸能界からも干されてしまい、担当していたラジオも打ち切りになったというのは有名な話だよね。その話は聞いたことがあるんだぜ。それにしても関西のローカルラジオまで聞いているとは、結構なヘルザイヤーだよな。え、ヘルザイヤー？あ、地獄耳っていう意味？正確にはロングイヤーというらしいけどね。それはさておき、他にも当時トップ女優だった中山美穂の不倫スクープや、患者に横山優と田中みな実の熱愛スクープなどを、闇の力でもみ消したと言われているんだよね。それだけのスクープをもみ消すということは、やはりそれなりの闇の力が必要だよな。やっぱり元ヤクザだからなのか？もともと周防社長はヤクザだったということは否定していたんだけど、神戸に本部を置く二代目松浦組の笠岡和夫組長が、二代目組長を襲名する前に、組でのボディーガードとして周防社長に仕えており、当時の芸能界やヤクザなどの揉め事を一手に引き受け収めていたと公表したんだ。ということは、周防社長は松浦組だったということなのかな？それにヤクザがボディーガードにつくくらいだから、何かもっと大きな闇がありそうだよな。実は、そのバックには、もっと大きな匠組と組長の匠勝という存在があったんだ。杯を交わしていたという事実はないんだけど、匠組の傘下であった松浦組が、一般人に対してボディーガードにつくということはありえないので、何らかのポストにつき深く関わっていたことは間違いなさそうだよね。匠組ってあの山口組の二次団体だよね。芸能界のドンと言われているくらいだから、業界でも相当なことを企んでいそうだよな。そうなんだよね。このバーニング周防社長とは、本当に闇が深いんだ。当時人気絶頂だったモーニング娘。との、肉体関係がはっきりとわかるビデオを盗撮されてしまい、そのビデオが、あるヤクザ組織の手に渡ると、それをネタに脅されるという事態に陥ったんだ。この騒動を何の音沙汰もなく封じ込めたのが匠組だと言われており、今でも芸能界最大の闇だと語られているんだよね。相当ヤバい案件が出てきたよな。当時あの人気絶頂のモーニング娘に、事務所の社長が手を出していたなんて知られると、社会現象にもなりかねないんだぜ。やばい話も聞けたので、次の人頼むわ。元 WBA WBC、世界スーパーフライ級王者の、元プロボクサーとして活躍していた渡辺二郎。プロボクサーを引退してからは、解説者やタレント活動もしていたが、恐喝未遂、自動小銃の売買に絡んでの銃刀法違反、薬物所持で逮捕されるなどの問題が続き、その後は芸能界から姿を消していったんだよね。引退してから、何があったんだろうね。ずっとボクシング一筋の人生だったので、ちょっといけない遊びを覚えてしまったのかな？そうだね、茶化や白い粉をおもちゃにしていけない遊びをしてしまったんだね。そして、渡辺二郎といえば島田紳助や、野球の清原和博にヤクザを紹介したり、羽賀健二には知人との株売買トラブルに、ヤクザと共謀を企てたり、芸能人とヤクザとの、パイプ役となることが多かったんだよね。そうそう、島田紳助の騒動の時や、羽賀健二のトラブルの時などにも、極真連合会の橋本会長を紹介したのは渡辺二郎だったよな。困った時の二郎頼みってわけだな。羽賀健二のトラブルの時には、自身も詐欺罪としても起訴され懲役2年の実刑も食らっているんだよね。いろいろなところに首を突っ込むから、そうなるんだぜ。まあ兵の中に入れられても、この人は懲りてなさそうだけどな。出所した現在でも、極真連合会の相談役として在籍しているので、正確には今でもヤクザの有名人になるよね。こういうのが一番立ちが悪そうなので、芸能人は関わらない方が良さそうだよな。じゃあ次行ってみようか。お笑いコンビラフコントロールとして活躍する芸人の重岡健作。
こちらは元ヤクザと公言しており、自身も元ヤクザ芸人っていうのは初めてじゃないかなとイベントで言って観客を楽しませたりしているんだよね。確かに、元ヤクザのお笑い芸人ってのは、聞いたことないよな。しかしアメトークに、ヤクザ芸人として出るのはコンプライアンス的に難しそうに思えるよな。そして、このラフコン重岡という男は熊本の出身で、地元では重岡4兄弟という有名な不良ブラザーズの末っ子なんだ。兄弟の一番上の長男は中学生の時に無敵というあだ名をつけられるほど、喧嘩が強く、次男は本気で熊本を喧嘩で統一しようと考え、締めた番長の交渉をコレクションしていたという、ぶっ飛んだ4兄弟の中で鍛えられた、生粋のアウトローだったんだよね。熊本では、有名なアウトロー4兄弟だったのか。なんか面白そうなエピソードもありそうだよな。霊夢、今度このチャンネルでも詳しく解説をよろしくな。そうね。兄貴がやんちゃで有名すぎたから、重岡も無敵の弟として街中の不良や、警察からも目をつけられていたみたいだ。その辺は話すと長くなるから、またリクエストあれば取り上げようかな。そんな重岡健作は、ある日、友人が地元のヤクザとトラブルを起こしてしまうと、単身ヤクザの事務所に乗り込み、ヤクザとのトラブルを収めたんだよね。ヤクザから友人を連れてくるように脅されても、その脅しには決して屈せず、友人の居場所についても最後まで口を割ることはなかったと言われているよ。ヤクザ相手にも友人を売ったりしない、すげえ熱いやつなんだな。結局どれだけ脅されても口を割らない姿を見ていた組長が、気に入った、うちの組に入れよとスカウトされたそうなんだよね。街でスカウトされてアイドルになりましたっていうのは聞いたことあるけど、ヤクザのスカウトって本当にあるんだな。そのスカウトにより16歳でヤクザになると、組で悪事を繰り返し、とうとう少年院送りとされてしまうんだ。16歳で少年院に入ることになるとは、ここで人生を見つめ直してくれるといいんだけどな。少年院から出所すると、その後にヤクザから足を洗っているので、少年院で人生を見つめ直したんじゃないのかな。その後に相方の森木俊介と出会い、お笑い芸人の道に進むことになるんだ。ヤクザから、お笑い芸人になるっていう人生もあるんだな。そしてその後も芸人を続けているのかな？現在は、エアコン専門のクリーニング会社世田谷クリーンを立ち上げ、芸人と経営者という二足のわらじで頑張っているんだよね。売れない芸人さんも積極的に雇いたいと言っており、仲間思いなところは昔と変わってなさそうなんだよね。そっか、仲間思いというのはヤクザの時も、芸人になってからも変わってないんだな。ちょっと最後はいい話だったんだぜ。じゃあ気を取り直して次頼むわ。元自由民主党の衆議院議員であり浜公の愛称で知られた政治家の浜田光一、衆議院予算委員長、自由民主党広報委員長、自由民主党副幹事長などを歴任し、1993年には政界から惜しまれつつも引退をしたんだ。当時は政界の暴れん坊の異名を持ち、国会での暴言やパフォーマンスが乱暴だった政治家と言われているんだよね。政界を引退した後は、政治を題材としたバラエティ番組などにも主演し、歯に気抜きせぬ発言は人気があったよな。その暴れん坊ぶりは引退してからも健在だったんだぜ。そんな、浜田光一はテレビなどのメディアにおいて千葉でヤクザをしていたと公言しており、自身の著書においても、第二次世界大戦後の時代に、凶暴化していた在日朝鮮人と対立をしていたと語っているんだ。戦後間もない頃のグレン隊と言っても良い組織だったようだね。戦後の荒れた時代に、グレン隊として活動していたというわけか。しかし、そういう過去を持っていては政治家として不利になることがありそうだけどな。国会での答弁中にあいつはヤクザだったじゃないかと罵られたこともあったが、自分は確かに、かつて一時期そういう時代もあった。それを否定しない。その過去を責められたら素直に認める。しかし、それをもって私の存在自体を否定したり、また再チャレンジできないような社会を作ってはいけない。と常日頃から提唱していたんだ。なるほど、過去の過ちを素直に認め、信念を持って政治と向き合っていたんだな。さすがは浜公だけあるんだぜ。そのはっきりとした性格や発言がメディアでも受けて、数多くのバラエティ番組にも出演することにもなったんだ。連続ドラマに主演した時には、その素人演技と、なぜか元相撲取りという設定が絶妙で、今でもアーカイブ放送されるほど、カルト的な人気を博していたんだ。この頃には浜公可愛いと、女子高生からの人気も集めていたから不思議だよね。確かに、女子高生から可愛いと言われていたよな。元ヤクザで、国会では大暴れしていたあの浜公が、女子高生に可愛いってメンツ丸つぶれだよな。昭和40年代に活躍した元ヤクザ俳優、安藤昇。自らの自叙伝を映画化した血と掟が代表作になるんだけど、マリサは、このチャンネルの解説をいつも真剣に聞いているから、当然この俳優さんを知っているよね。
いきなりクイズが始まるの？ちょっと待てよ。昭和40年代の映画俳優なんて知るかよ。やっぱり、忘れていると思ったわ。以前の動画で紹介した、グラップラー刃牙の花山薫のモデルになった、最強喧嘩師の花形慶は覚えているよね？その花形慶が所属していたグレン隊の安藤組の組長、安藤昇だよ。ああ、安藤組どっかで聞いたことあると思った。気づいた人いるかな？あの喧嘩無敵の花形が親分として認めた組長が、映画俳優もやっていたというわけなんだな。安藤昇は、端正な顔立ちであり、左頬には抗争でつけられた傷跡もあり、有名ヤクザの元組長という類稀な経歴が受けて、当時から人気のあった任侠映画から引っ張りだこだったんだよね。確かに、その当時の任侠映画には、もってこいな俳優さんだよな。そしたら、当時も結構人気があったのかな？当時は人気も博しており、松竹と契約金2000万円で契約を交わすと、1本あたりの出演料が、看板女優でもあったあの岩下島をしのぐ500万円で契約を結んでいたと言われているんだよね。岩下島と言ったら、お父さん世代のアウトローだったら誰もが知っている、あの極道の妻たちの人だよね。それをもしのぐとはすごい人気だったんだな。しかし人気俳優となった後もヤクザとの交流は続いており、親交のある一家が跡目を襲名した際には、その記念に開かれた賭場に顔を出し、それによって警察に逮捕されてしまうということもあったんだよね。人気俳優が賭博をするなんて、今ではちょっとコンプライアンス的にアウトなんだぜ。マリサは、コンプライアンスにすごく厳しいよな。まあ法律上でもアウトなんだけどね。そんなコンプライアンス的な問題もあり、昭和54年の映画出演を最後に俳優を休養し、それ以降は V シネマをプロデュースしたり、自伝の執筆活動などに勤しんだと言われているんだ。ヤクザの世界でも、イケメンというのは得だよね。映画俳優として転身もできるんだからな。今回すべては紹介しきれなかったけど、元ヤクザの有名人というのは結構いるんだよね。最近では、元ヤクザや組長の YouTuber も活躍をしているので、そういった危険なアウトローの存在が身近になってきたということなのかな。そうそう、元ヤクザやアウトローというのは、独特の雰囲気や色気があって、一般人にとっては新鮮で魅力的に映るのかもしれないな。というわけで今回は、元ヤクザの有名人を5人紹介しました。今後も、一般人が知らないアンダーグラウンドな世界や、裏社会のディープな話まで紹介していきますね。感想やリクエストがあったら、コメントからどうぞ。ご視聴、ありがとうございました。